136景という木版画で、沼田をモチーフに、真田も取り入れて山とかあと温泉もありますが、沼田の地域の特色をの駒を36個作って、一般単色刷りで作った作品です。でこちらは、沼田の商店街に包装紙として、結構な数何千枚とか2000枚とかを、配布した作品です。こちらはまた、縦長の作品なんですけれども、あの日あのことというタイトルです。これ雨って思われる方は多いと思うんですけど、作った時はちょっと林のイメージで、こう木立の中に赤い傘をさした女の子がこうちょっと怖いというかキリッとした顔で立っているという、なんていうんだろう、すごく色彩もシンプル で構図も割と大胆でまとまった面白い作品で、何とも言えないリリカルというか詩的な作風に仕上がりました。